伊東純也が PSG 相手に決めた幻のゴールはこれ。海外の反応ではエンバペ超えてる。ゴールが認められなかったとしても、伊東のクオリティは本当に高いでブチギレ。伊東が同点ゴールも、オフサイドで取り消しに気をつけないと、パリは先制点から勢いが落ちてる。認められなかったのは残念だが、伊東は上手すぎる。驚きはない、伊東はランスの主な脅威だからな。マルセイユに冷静さを持つ伊東を欲しいね。最後のところでそれがあまりに重要になるんだ。伊東はリーグアンでダントツで一番賢い選手だ。エンバペはプレーメーカーになりたい。伊東の試合を見て学ぶんだ。伊東はパスレンジの広さに加え、50メートル以上ボールを運びながら、強度の高いタックルとマーク時には2人でに対応できる。特別な選手だ。なぜ誰も伊東を話題にしないのか、彼はサイドで上手すぎるぞ。それにしても、この伊東って誰よ？ご視聴ありがとうございます。ぜひコメントよろしくお願いします。